こんにちは、マリーテンプルのヨシです。今回もバイクチェックよろしくお願いします。その前に僕の簡単な自己紹介させてください。僕は1995年ぐらいから、アメリカロサンゼルスで、特にこの S&S モーターを使ったバイクビルドですね、何もない状態から1台のバイクを組み上げていくっていう、ビルダーを専門にやっておりました。約13年間やっておりましたので、こういった S&S のモーターを組み込んでいくっていうのはもう得意中の得意のジャンルになっております。そんな経験を得て今は、京都でマディテンプルというブランドを立ち上げ、これも S&S のモーターを使って FXR を組み上げていくっていう FXR 専門で、ビルドを販売しておりますので、よろしくお願いいたします。それとインスタグラムやっております。マディテンプル概要欄に貼っておきますけども、そちらと FXR 企画として FXR ライジング3という、こちらも、概要欄貼っておきますので、こちらももしよかったらお願いいたします。ではそれではバイクチェックいきます。はい、ではバイクチェック行っていきたいと思います。今回1990年 FXR ですねの FXLR 仕様になっております。タンクロープロフィット、ヘッドライトもロープロフィットに前後かち上げのかなりのクラブスタイルですが、アッパー層の、ロープロフィットなんでかなりシルエットはビシッと車高が上がってるにもかかわらず抑えられてるのではないでしょうか。でカラーもこのフレームのフラットブラックをはじめ、ホワイトとブラック、ところどころメッキを使った渋みを効かせたカラーリングになっております。かなり渋めじゃないでしょうか。はい、ではフロント周りからいきたいと思います。ホイール9本キャスト純正です。白のパウダーコードをかけて EBC のフローティングローターウェーブ型ですねに純正タイプのこれ車外のキャリパーなんですけども、今となってかなり珍しいですよね、この車外のキャリパー。両方ともこれ新品です。このバイクについてはもうほぼほぼ新品パーツで組んでおります。でトリプルツリーもこれフラットブラックのパウダーコートに、LR 仕様のボトムマウントのヘッドライト、ライザーが 9.5 インチのちょっと太いタイプのライザーですねに、ハイベンドの、よくあるスーパーバータイプのハンドルバーに、ダイナなんかで使っている、デュアルディスク用のコントロールスイッチ周りをつけてます。でグリップ PM です。はい、エンジン今回も S&S V111 です。もう僕これ S&S のエンジンはもう何百機って積んでますけど、そろそろ S&S から表彰いただきたいんですけどもね、まあ無理だと思いますけどももうかなり高性能です。で現在は今 G キャブをつけてます。これ鳴らしが終わったら変更予定してます。はい、マフラーです。マフラーは定番のサンダーヘッダーですが、エキパイをほぼほぼ作り替えております。なぜかというとこの結構かち上げのサスペンションでフレーム自体が結構かち上がってるので、ボトムフレームが結構見えてくるんですよね。純正タイプのサンダーヘッダーだともうちょっと上に出てるんで、それを少し下げるような形で、そのボトムフレームを隠すような形で液パイなんかも全部作り替えております。でショートタイプにして、中のサイレンサーももちろんこちら入れ替えて、静かとは言わないですけども、まあそこそこそんなに近所迷惑にならない程度な感じで、でもちろんこちらもラバーマント仕様にしております。はい、ミドルセクションですね。今回も純正スプラインシャフトを使った純正ミッションになっております。でオイルタンクもちろん塗り直しのニューペイントですね。でカバーは定番のネスカバーです。はい、リア周り、今回
サスペンションはホワイトパワーの 14.5インチ、結構長めのサスをつけてますに RT パウダーコケた RT のストラートにあってるんで、結構立ち上げの仕様になってるかと思います。でホイールもちろん純正の9本キャストに、前と同じくフローティングローターのキャリパーもこれ新品の車外純正タイプですね。ちょっと隠れたおしゃれなんですけど、ここわかりますかね、パッドが金ラメで塗られてるんですよね。ちょっとだけ隠れたおしゃれです。はい、こちら B サイド、もちろんチェーン仕様になっております。こちらも公認取る予定しておりますので安心して乗れます。でプライマリー、純正のプライマリーですね、パウダーコート、インナーもアウターもかけて、まあ自然な感じで仕上げてます。でこちらも PM のブラックアウトされたコントロールですね、同じになっております。でサドルマンシート、はい、そしてペイントです。綺麗に仕上がっております。このフレームスとフレイクとキャンディーの、しびれてきますよねこれね。今回ペインターはかの有名な神風さんです。レッチリのバイクのねペイントをして、かなり今著名なペインターではないでしょうか。でそのバイクを作ったラックモーターサイクルさんね、かなり有名ですけども、実は僕彼と修行時代にアメリカで一緒になったことがありまして、その頃のお知り合いなんですけども、まあ彼もね綺麗なバイクチョッパー作りますよね。まあ、あの著名人にオーダーしてもらって日本の誇りじゃないでしょうか。